たしました。この後午後1時半から展示飛行をしてくださいますブルーインパルス隊員の皆さんにお集まりいただきました。大きな拍手をお送りください。ではこの後たっぷりとお話をお伺いしたいと思いますので、どうぞお席にお座りください。いや、やはり制服がまずはかっこいいです ね。それでは、最初に皆さん自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。僕は一番機のパイロットやってます品川と申します。航空学生の54期という地別で入隊しまして、現在は飛行班長という役職をやっています。よろしくお願いします。お願いいたします。航空学生67期宮崎県出身の、3番機パイロットをやっています倉本と言います。現在は3番機の訓練パイロットをやっていまして、訓練のみでありますが、来シーズンの、展示飛行デビューに向けて今頑張っている最中であります。本日ナレーションをいたしますので、ぜひ、お聞きいただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナレーションも楽しみにしております。はい、ブルーインパルスで使用します T4 型練習機の航空機を整備しています。愛媛県松山市出身の、二等空曹尾崎隆一といいます。本日は少ない時間ではありますが、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。まさかの愛媛県民ということで、ありがとうございます。嬉しいです。整備員の香川県琴平町出身村井裕二です。私は2020年3月に着隊しまして、今年3年目となります。今日は楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、パイロットと整備員の皆様にお集まりいただきました。さあ、皆さんもブルーインパルスという名前はもちろんご存知だと思うんですが、改めてブルーインパルスとはどういう組織なのか教えていただけますでしょうか。ブルーインパルスは航空自衛隊で唯一のアクロバットチームで、正式名称は第11飛行隊という名称で、活動的には各種イベントだったりとか、各基地である航空祭だったりとかで展示飛行を行って、航空自衛隊の精強さをアピールしたり、広報活動を行う部隊であります。はい、今日ももちろん機体をどこかから持ってきてくださっていると思うんですけれども、どうやって持ってきたんですか。宮城県の松島基地から福岡県の通気基地っていうところに展開をしまして、そこから約200キロかけて今治上空まで飛んできます。飛んできたんですね。飛んできました。やはりそうなんですね。はい、どれくらい時間ってかかるものなんですか。通気基地から今治上空までは約15分で15分で着きます。15分そんなに早く着くんですね。はい、はい、ということは相当な速さで飛べる。速度で言ったら600キロぐらいで飛んでいきます。600キロ、はい、うわー、もうなんか想像もできない速さなんですけれども、乗っていたらまたすごい景色なんでしょうね。乗っている時に、正直速度感とかあまり感じることがなくて、はい、ただ景色の動きだったりとか、周りに対象物があったらやっぱ速いなとは思うんですが、はい、あんまり対象物がないような、雲もずっと同じ景色が広がるだけなので、はい、そこまで速さは感じることはないんですが、でも飛んでてものすごく気持ちいいです。はい、そうなんですね。でも今回はもう本当に今治までお越しいただきましたけれども、愛媛県での飛行というのは今まではいつあるんでしょうか。今までは5年前の国体の時に飛んだ実績はあり、愛媛県では飛んだ実績はありますが、はい、今治市では初めての展示飛行となります。そうですよね。2017年の愛媛国体、皆さんブルーインパルスで、あの時も相当愛媛県は湧いたんですけれども、今回今治では初飛行ということで、本当に貴重な飛行展示をこの後見せていただくことになります。楽しみです。でも皆さん、じゃあ今治に来られての印象というのはいかがですか。
はい、今治、私も初めて来たんですけど、本当にまずこの今治港に来てすごい海も綺麗 でここから見える来島大橋もすごい雄大で、もう海も綺麗で、今日は空も綺麗、食べ物も美味しくて本当にいい街だなと私自身今治に来て感動しました。はい、ありがとうございます。他の皆さんはいかがですか、今治のイメージ、今日来た感想ありますか。地元なので、なんか帰ってきたなっていうイメージですね。あの瀬戸内海を眺めるとやっぱり海は瀬戸内海が一番いいなっていうのと、やっぱ食べ物と地元の温かさも最高です。ありがとうございます。最高のお言葉いただきました。感想ありますか。やっぱ人もとても優しい方ばかりで、どこのお店に行っても皆さん笑顔を対応してくれて、とてもいい街だなと思ってます。ありがとうございます。この後の天気飛行も皆さん本当に温かい拍手をたくさん送ってくれると思いますので、はい、私たちも楽しみにさせていただきます。そして、ここからはちょっとまたブルーインパルスについてお伺いしたいんですけれども、現在、航空自衛隊には何名ぐらいの隊員がいらっしゃって、でそのうちブルーインパルスにも何名くらいの隊員が所属しているのか教えていただけますか。今航空自衛隊は約4万3000人の隊員がいまして、ブルーインパルスには50名程度の隊員がいます。はあ、4万3000人のうち50人がブルーインパルスでご活躍されていると、本当にもう選ばれし者が集まっていらっしゃるんですね。まあ、そうですね。そのブルーインパルスには、どういったパイロットの皆さんが所属されることになるんですか。ブルーインパルスのパイロットは、戦闘機に乗ってる人、パイロットの中から希望をして選ばれます。希望なんですね。はい、希望です。はい、で1番機から6番機までいまして、各番機で年齢層が違うというんですかね。1番機が一番年上です。で2番機3番機が一番年下で、各番機で1番機2番機以外は航空学生という制度の人間が来ることが多いです。で2番機については防衛大学校出身か一般大学を卒業したパイロットがなることが多いですね。先ほどもちょっとお話ししてましたけれども、航空学校というのはどういうところなんですか。山口県の防府北基地にその組織がありまして、高校を卒業して入ることができます。で高校卒業の資格を持っていれば受験資格がありまして、2年間の学校があるんですが、そこを卒業した後パイロットのコースに進むっていう、そういう制度があります。きっと今日お子様も、たくさんいらっしゃってますけれども、ブルーインパルス見て憧れていつかなりたいなと思う方もいるかもと思います。実際にどうやったらなれるんでしょうか。ご飯をいっぱい食べて、お父さんお母さんの言うことを聞いて、目標を忘れずに努力をすればなれると思います。なるほど、目標を捨てずにというところが大切ですね。詳しく言うと、ちなみにどういうルートになるんですか。詳しく言うと、はい、詳しく言うと今もね、おっしゃってましたけども、高校卒業してから航空学生になったりだとか。あ、そうですね。あと航空学生、はい、高校卒業して航空学生になる制度と、防衛大学校に入って防衛大学校を卒業、在校期間中にパイロットの試験、適性検査を受けてパイロット要員として航空自衛官になる制度、あとは一般大を卒業して航空自衛官を受験して、その中でパイロットのコースに進むという3つの制度があります。なるほど。じゃあもういろんなルートで、その3つのルートで、そうですね、はい、パイロットになられる方がいらっしゃるんですね。そうです。なるほどなるほど。ちなみにそのパイロットのお二人なんですけれども、普段はどんなお仕事されてらっしゃるんですか。はい、普段は宮城県の松島基地というところがホームベースとなっていて、でそこで、本日のような展示飛行の訓練というものをやっています。で訓練自体は、松島基地の上空でやることもあれば、基地の東に広がっている訓練区域まで行って飛ぶこともあります。でもちろんその飛行訓練以外にも、デスクワークといった書類作業であったり、
あと今回のような私がやるようなナレーションの業務といったものも全て、パイロットがやるようになっております。ちなみにナレーションっていうのは皆さんどういうふうに練習されるんですか？私は職業から、車の中で通勤するときに大きな声で一生懸命練習しました。車の中で大きな声で、私も頑張ります。ありがとうございます。そして整備員のお二人にもお伺いしたいんですが、整備員は、まあ、ブルーインパルスではどんなお仕事をされるんでしょうか？パイロットが搭乗する、T4 型練習機っていう、飛行機をパイロットが安全に飛ぶために、いろんな各種点検、オイルの補給、その他燃料の補給等の整備を、全般的にやる仕事です。整備っていうのが本当に、まあ、飛行場では大切なことになりますものね。そうですね、やはり人の命を預かってますので、まあ、その重みを感じながら、一つ一つのネジだったり、まあ、部品とか落ちないかなとか、で落ちてしまったらまたいろいろと他方面にも迷惑をかけたりとかですね、しますので、まあ、責任重大な仕事かなと思います。またその飛行機の整備以外にはどんな仕事をする隊員さんがいらっしゃるんでしょうか？整備以外には航空自衛隊にはさまざまな職種がありまして、例えば警備、消防、航空管制など、飛行には欠かせない職種がたくさんありますので、航空自衛隊は掛け算の組織と言われておりまして、それ一つでも欠けてしまうと任務が達成できない職種となっています。なるほど、もう本当にいろんなお仕事もされている方が集まっていらっしゃるんですよね。ですね、パイロットのお二人にちょっとお伺いしたいんですけれども、これまではどんな飛行機に乗っていたんでしょうか？またブルーインパルスに来てみての印象というのも教えてください。僕はブルーインパルスに来る前は、今はもう退役してないんですが、 F4 ファントムっていう戦闘機にずっと乗ってました。でブルーインパルスに来てからの印象は、やはり自分たちが展示飛行をやるために一生懸命努力をしたことがしっかり形として現れるっていうことが一番、まあ、自分のモチベーションになっているというか、こういう機会もそうですが、いろんな人が見てくれて、まあ、子供が夢を持ってくれるとか、なんか空を見上げて元気になってくれるとか、まあ、そういうのがすごくやりがいがあることですね。そのやりがいでいうと、ちょっと続けてお伺いしたいんですけれども、今まで一番やりがい感じた瞬間っていうのはどんな時ですか？今です、はい、皆さんの前でこうやって喋って、この後展示飛行して、ありがとうございます。いかがですか？私も元々は戦闘機のパイロットで F-15 イーグルという戦闘機のパイロットをやっていました。でブルーインパルスに来てからの印象といいますと、まだ私もブルーインパルスに7月に来たばかりで、約3ヶ月という期間なんですけど、やはり、ブルーインパルスになることを子どもの頃から憧れて、でこのブルーインパルスのパイロットになることができたので、とても楽しいで、実際に一緒に飛ぶ、飛行班長であったり、メンバー、そして整備員の皆さんも本当にいい人ばかりで、もうこんなにやりがいのある仕事はないなということを今感じています。今、まあ、夢だったっていうふうにもおっしゃっていましたけれども、どうですか、実際にパイロットになってみて、まあ、ギャップがあったのか、それとももう自分の思い描いていた通りなのか、そのあたりもお伺いしてもいいですか？はい、実際パイロットになるというのは結構、やはり大変ではあります。で、入隊をしてから、パイロットの資格を取るまでに約4年で、そこから戦闘機に乗ってブルーインパルスにたどり着くのにさらに、5年ほどかかって、実際入隊してから約10年で、ブルーインパルスのパイロットにはなりましたが、いろいろその訓練や実際飛ぶための準備であったりっていうのは大変なことも多いんですけど、その分、やはり今日のような天気のいいところで飛ぶっていうのは本当に楽しいことが多くて、で大変なことも多い中でこんなに、楽しい仕事って他にはないなっていうのが
私がパイロットになっての印象です。今晴れてるっておっしゃってくださいましたけど、朝は曇ってたんです。もう皆さんが来てくださった瞬間に晴れました。この後の展示飛行のために今治の上空晴れましたので、本当に皆さんのパワーだと思います。ありがとうございます。でもブルーインパルスに乗るためには皆さんもう日々本当に努力たくさんされていらっしゃると思うんですけれども、どんな訓練っていうのを日頃から行っていらっしゃるんでしょうか。メインは現在資格を持った1番機から6番機までの6人のパイロットが、展示飛行のための、今回だったら今治の展示飛行のための訓練をやったり、蔵元のような3番機の訓練生なんですけど、その3番機の訓練においても段階的にやる必要があって、初めは1機から始まって、それが2機3機って機種が多くなった訓練をやってるんですが、その展示飛行の訓練の間でそういう訓練生のための訓練をやったりとかことやって、新しい資格を取った人間を育てるっていうような訓練を毎日やってます。その展示飛行に関しても本当にさまざまな演目があると思うんですけれども、ちなみに演目って何種類くらいあるんでしょうか。50種類ぐらい。そんなにあるんですね。50種類。うわー、それを訓練するとなると大変ですよね。ちなみに一番好きな演目は何ですか。私はチェンジオーバーターンという科目があるんですが、はい、それが一番好きですね。どんなものなんでしょう。5機が縦型の体型をとって、もう一瞬で体型変換をするっていう科目があるんですが、それが、1番機として一番気持ちがいいというか、いう科目ですね。ちなみに今日この後1時半から飛行がありますけれども、今日はどんな演目を見せていただけるんでしょうか。今日は6機で体型を取ってやる降下飛行を、4種類ほど体型を変えてやります。あとはサクラっていう科目だったりとか、ハートを変えたりとか、あとサンライズっていう科目があるんですが、そういった空に描く科目だったりとか、体型変換してみんなを驚かせる科目だったりとか、そういうのをメインで構成しています。もうすべて注目どころだとは思うんですが、皆さんにどんなところを見てほしいですか。今日は橋、素晴らしい景色の方から、侵入してくる科目構成になってますので、ぜひ今治の風景とブルーインパルスっていうのをちょっと絡めて、ちょっとそこに注目してほしいなと思います。なるほど、風景の中にまた溶け込むこのブルーインパルスというところを、じゃあ私たちは楽しみにさせていただきましょう。ちなみになんですけれども、この一つの演目習得するまでに期間っていうのはどのくらいかかるんですか。一つの演目というよりは、はい、例えば1番機だったら約1年かかります。1年で、その中で、この科目、今日はこの科目の練習、明日はこの科目の練習っていう感じで、自分が苦手な科目で練習をしたりとか、そういった感じでやりますので、全ての科目ができるようになるのはやっぱ1年かかりますね。やっぱ長い時間かけてようやくできるようになるんですね。そうです。なるほど。では、それぞれに自衛隊に入ろうと思ったきっかけをお伺いしたいんですけれども、はい、会長からいいですか。はい、僕はやっぱ戦闘機に憧れて航空自衛隊に入ろうと思いました。戦闘機に憧れて、はい、きっかけは今映画でやってるトップガンを自分で見て、こういう世界かっこいいなと思って自分でいろいろ調べて、で航空学生というのを見つけて、そこをちょっと受験しようと。なるほど、それがきっかけです。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。
私は父親と兄が実は自衛官でして、で父と兄の自衛官である姿を見て、私もなりたいっていう思いでこの世界を志しました。ありがとうございます。僕は両親に連れてってもらった航空祭がきっかけですね。やっぱ飛んでる戦闘機を見てパイロットになりたいなっていうのが一番最初のきっかけでした。私は一つ上の兄が、陸上自衛隊に入隊しまして、その影響で興味を持ち始めて、地方協力本部の方の話を聞いて航空自衛隊入りたいと思いました。皆さんじゃあもう入りたいと思ったきっかけは本当にそれぞれなんですね。じゃあもう本当に今日みたいなこういうイベントから入りたいって思って後に入ってくる後輩が出てくるかもしれませんね。そうなったらものすごく嬉しいですね。そうですよね。でもどうでしょう、入隊してもちろん大変なこともたくさんあったかと思いますが、大変だったことどんなことでしょうか。大変だったことは時間に縛られるというか、飯を早く食わないといけないとか、着替えを早くしないといけないとか、アイロンがけだったりとか、高校時代までやったことないようなことを全部自分でやらないといけない中で、かつこの時間内にっていう設定がされて、そういうので一番最初は苦労しましたね。そっか、アイロンがけとかもご自身で皆さん急ぎながら行うんですね。そうです。なるほど。どうでしょう、大変だったこと、今まだ訓練中、これからということもありましたが。そうですね。実際今も訓練という立場で、大変という面もあるんですけど、でも私自身この自衛隊に入ってからこれが大変だったなということはあまりなくて、大変な中でも実際に一緒の年に入った同期であったり、で今であれば先輩や同僚の方に支えてもらいながら大変なことも楽しくできているので、大変なことはないです。言い切りました。大変なことはないと皆さん優しいとおっしゃってましたもんね。どうでしょう、整備する上で大変なことありますか。そうですね、大変だったことはあるかなってずっと考えてるんですけども、あまりないかなとも思います。ただやっぱり航空機の全ての部品と全てのシステム、そういうのを全部覚えるのはやっぱり一番大変ですね。なので先輩に聞いてみたり、経験とかもやっぱり整備には必要なので、先輩の教えをいろいろと聞いたり、先輩の技を盗んでみたりとかっていうところをやりながら、皆さんに支えてもらって今こうしてブルーインパルスの整備として生きてるのかなと。なのでやっぱり大変なことはないですね。ないと。皆さん本当楽しみながらもう頑張っていらっしゃるんですね。どうでしょう、私も大変なことはありません。こうしてブルーインパルスとして、整備をできているのでとても幸せです。もう皆さん誇り持っていらっしゃるから、いや改めてかっこいいなと思います。じゃあ逆にご自身の仕事に対するやりがいだったり喜び感じる瞬間も教えてください。今であれば展示飛行をやって終わった後に、今もういろんな方がメッセージをくれたりとか、見てくださってその写真をくれたりとか、そういうのを見るとものすごくやりがいというか、やってよかったなっていう、ブルーインパルスに来てよかったなっていうのは感じます。今この瞬間が最高っておっしゃってましたもんね。ありがとうございます。いかがでしょうか。コロナでこの約2年間、ブルーインパルスとしても展示飛行する機会がかなり減っている中で、今年こうして徐々に戻ってきたイベントの中で、こうしてまず皆さんの前に姿を実際に出して、でこうしてお会いできるっていうのが本当に私自身今喜びを感じています。本当に今日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしょう、憧れだったブルーインパルスの整備をできることが
今この瞬間が幸せでやりがいを感じているなと思います。ありがとうございます。僕は自分の整備した航空機がすぐ上空を飛んでくれるのでとても楽しいですし、やりがいを感じることができています。そうですよね。自分がもう手に塩をかけて頑張って整備した航空機が上で飛ぶんですものね。この後今治の上空でもどんな飛行を見せてくれるのか本当にワクワクが止まりません。ではちょっとあっという間にお時間にはなってしまったんですけれども、最後にブルーインパルスとしての今後の目標を聞かせてください。はい、ここ2年間2、3年ですか、コロナで、展示飛行ができない状態がずっと続いてましたが、でうちらは3年周期で人がコロコロ入れ替わる組織で、正直今年に入って展示飛行をずっとやってますが、過去に経験したものが誰もいない状態で開始します。ですが、今まで通り、皆さんに素晴らしい展示飛行ができるように、今後も、能力の維持というか、でいろんな新しい科目だったりとか、をいろいろ考えて、さらなるいい展示飛行ができるように、なって、で今後もそれを継続していくっていうのが一番の目標ですね。ありがとうございます。まずは今訓練生という身ですので、まずは3番機の正式な展示飛行操縦士となれるように訓練を一生懸命頑張って、来シーズン皆様の前で実際に飛行ができるように一生懸命頑張ります。はい、楽しみにしております。僕は2020年に着隊して今年がラストとなってます。で1月に卒業をします。卒業までにブルーインパルスがどれだけ皆さんに、知られるか知ってもらえるかっていうところを一生懸命、広報活動をして、もっともっとブルーインパルスを好きになってもらって、あと航空自衛隊に入っていただける有望な若い少年少女に、夢を与えれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。僕も同じく2020年に、着隊しまして、もうすぐ卒業になりますので、同じ香川県四国から航空自衛隊に入ってもらえるように、これからも皆さんに笑顔をお届けしていきたいと思います。ありがとうございました。ということで、もう本当にあっという間の時間ではありましたが、ブルーインパルス隊員の皆さんにいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお送りください。ではこの後飛行展示1時半から楽しみにしております。よろしくお願いします。ブルーインパルスの皆さんでした。ありがとうございます。していただいてます。この後展示飛行は1時半からとなります。